イスラム世界で承認された最後のカリフ、アブデュルメジド2世カリフあるいはハリーファ、アラビア語、カリファは、預言者ムハンマド亡き後のイスラーム共同体、イスラーム国家の指導者、最高権威者の称号である。原義は、後継者であり、預言者ムハンマドを代理するものという意味である。イスラーム共同体の行政を統括し、信徒に、イスラームの義務を遵守させる役割を持つ。あくまで預言者の代理人に過ぎない存在であるため、イスラームの教義を左右する、宗教的権限やクルアーンを、独断的に解釈して立法する権限を持たない。これらは、ウラマーたちの合意によって補われる。スンナ派、イスラーム法学者によれば、一般に、カリフの資格として求められるのは次のような条件である。ただし現実には、これらの条件のいくつかはしばしば無視された。例えば、オスマン帝国は、トゥルク系の部族によって設立された王朝であるため、ムハンマドの部族であるクライシュ族の男系であることは、ありえない。またハワーリジュ派やムータジラ派は、たとえ奴隷や黒人であってもすべてのイスラーム教徒が、カリフたり得ると主張した。西暦632年に、ムハンマドが死去した後、イスラーム共同体の指導者として、アブーバクルが選出され、神の使徒の代理人を称したことに始まる。二代目のカリフとなったウマルは、信徒たちの長という称号を採用し、カリフの称号と共に用いられるようになった。その後、ウスマーン、アリーに受け継がれ、ウマイヤーサ、アッバース朝に世襲されてゆく過程でハワーリジュ派、シーア派などが、カリフの権威を否定して分派し、従うのはスンナ派のみになった。その後10世紀に、アッバース朝のカリフがアミールに政権を委ねるようになるとカリフは実権を失った。1258年には、モンゴル帝国によって、アッバース朝のカリフが見せしめとして処刑され、アッバース朝は滅亡したものの、マムルーク朝は生き残ったアッバース家のものを、首都カイロに迎え新たに、カリフとして擁立し、外来者であるマムルーク出身のスルタンに支配の正当性を与える存在として存続させた。オスマン朝は当初、カリフくらいの権威に頼らずとも、実力をもってスンナ派、イスラム世界の盟主として振る舞うことができた。そこで、16世紀初頭に、オスマン帝国のスルタンは、アッバース家最後のカリフから、カリフ権の禅譲を受け、スルタンとカリフを兼ね備えた君主であるという伝説が生まれた。オスマン帝国の滅亡によって、オスマン家のスルタン=カリフは1922年に退位し、スルタン制が廃止された。同年1924年、預言者ムハンマドに連なるハーシム家出身であった、ヒジャーズ王国の王であるフサイン・イブン・アリーがカリフを名乗ったが、オスマン帝国最後の皇帝メフメト6世以外に目立った支持者はなく、イスラム世界で広く承認されることはなかった。その後は、ユースフ・アルカラダら一部のイスラム主義者によりカリフ制の復活が唱えられたが、イスラム社会からは認められていない。現在、カリフ制統一国家樹立を目指す、反イスラーム主義的国際政治組織として、ヒズブ・タフリールが存在する。イスラーム改革派、アフマディーヤはカリフ制を取っている。2014年には、イラク、シリア両国にまたがる地域を掌握した過激派組織、アイソルが、支配地域における国家としての独立と指導者のアブーバクル・アル=バグダーディのカリフ即位を宣言した。これに対しては、カラダーウィーがカリフ即位宣言は無効であると表明するなど、この即位について、現時点では、イスラム社会を含め国際社会で承認する動きは、ない。ありがとうございます。